皆さんこんにちは。ただいまから第19回富士島の富士祭りを行います。どうぞごゆっくりお楽しみください。第19回富士島の富士祭りの開催にあたり、主催者を代表いたしまして一言述べさせていただきたいと思います。まずは小野寺三戸町長様をはじめ、ご来賓の方々にはお忙しい中を曲げてご出席を賜りまして大変ありがとうございます。皆様ご存知の通り、来年3月末においてこの小野寺小学校は、一戸南小学校へ統合となります。この小学校における最後の富士祭りとなります。この富士祭りはこちら地域の住民にとっては春のイベントとして定着している大きなイベントであります。来年以降もこのお祭りは引き続き続けていきたいと考えています。さて今年も温暖化の影響なのか、2週間前には咲き始め、週末にはたくさんの観光客の皆様がお見えになっていました。本日は若々い様をはじめ、外では、露店も出店しております。また舞台では高石カメラの皆様、小津屋婦人の子ども園の園児の皆様、小津屋婦人会の皆様などによる舞台発表があります。お昼の休憩時間には恒例の上西町町内会の皆様によるひっつみの提供もございます。どうぞお時間の許す限り最後までお楽しみください。それでは簡単ではございますが、私からの挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。神楽布団会の皆様による神楽の奉納でございます。どうぞ迫力ある演舞をご覧ください。
Thank you.